演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらベルクラインというお店のワッフルバー4種を食べたいと思います。ベルクラインというのはそういう全国展開しているお店ではなくて、でいきなり廃車されました。もう一度説明します。ベルクラインというのは全国展開しているお店ではなくて、自分のちょっと近所にあるお店のワッフル専門店、いや専門店ではないが、ワッフルとかチョコレートとか売ってるそういうお店ですね。なので時には地元の商品を紹介したいという気持ちもあって、こちらを鉢寄って購入してきました。なんかお祭りの屋台とかで見つけたら嬉しくなるような見た目ですね。はい、こちらそのベルクラインの住所を晒しちゃっていいのかな、書いてます。なんか可愛いですね。なんかハロウィンに出てきそうな、そんな感じですね。ではそのハロウィンにぴったりな目玉がついて、唯一ついていないこちらの子からいただきましょう。ワッフルはふんわりと思ってたら意外なところから伏兵が。こういう変化があるっていうのもいいですね。地元のお店もいいものです。まず基本のワッフルについてなんですが、全然的にふんわり系のワッフルなんですよ。ちょっとザクってする焦げた部分もあって、でも焦げてるだけでも苦いとはないですよ。焦げてて焦がしてある部分もあって、そこがザクッと時折ほどいい音を出してくれるのは本当に美味しかったです。ふんわりの中にザクッと感じて、しかもそれがチョコレートでコーティングされてるので表面的にわからないように余計に意表をつかれるんですね。なので美味しかった、本当に冬を使いました。でそのチョコレートもしっかりとした甘さや甘酸っぱさ、ほろ苦さがあって、いちごやキャラメルのいい味も出てましたね。本当にワッフルを食べた瞬間にチョコレートの甘さが口の中にふわっと広がって、ワッフルの生地もふわふわでとっても美味しかったです。ふわふわ、本当にふわふわと浮いていきますね。心までふわふわ浮いていきそうです。本当に美味しいワッフルなので、もし機会があれば皆さんも食べてみてください。今回はいずれも美味しかったので、まずワッフルとしてこちらの点数とさせていただきます。あ、地元だからって下駄を履かせているわけではないですよ。それでは元旦はシンデレラかな、金ばかり。確かに金はなりますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。